私たちにとって欠かすことができないインフラの一つに IT があります。個人の生活においても、あるいは企業活動においても IT はもはやそれ抜きには語ることのできない時代です。そんな中、行政機関や官公庁といった公共系システムや、銀行やクレジットカード会社といった金融系システムの分野で高い実績を上げてきた会社が東京にあります。 CIJ NEXT、 目には見えないんですけど下で支えてる仕事なんだなとは、みんなで動いたっていうような支社みたいな、文系でも大丈夫だよって。普段私たちがあまり目にすることのない仕事現場に密着する業界の舞台裏ドキュメント。今回は株式会社 CIJ NEXT に潜入し、 IT で社会を支えるシステムエンジニアの働く姿に迫ります。こちらは入社3年目のシステムエンジニア、佐原さんです。東京都内のある区役所で職員さんが使用する建築物のシステム管理をしています。一つの、帳票として、何か項目だけが1個増えるとかなった場合でも、これ自体に Excel なんで行を増やすだけで対応できたりとか、メンテナンスのしやすさを向上させるために、こうやって置き換えているというような状態です。こちらの自治体では20年前からシステムの改修を繰り返してきたため、職員の操作性やメンテナンス性が悪かったのが課題でした。それに対して佐原さんが Excel 表に出力できるようシステムを再構築したことで、職員の操作性とメンテナンス性が向上してきたといいます。このように大量の手作業やアナログ作業を IT の力で省力化・効率化して貢献しているのがシステムエンジニアの仕事です。作ったシステムが実際こう動いたとか、悩みに悩んで作ったところが、すんなり動いたっていうような、やっぱその瞬間が一番大きいおっしゃみたいな、ちょっとガッツポーズしちゃうような。実は佐原さん、入社わずか2年目の時に行政のシステムを担当したそうです。 CIJ NEXT では若手にどんどんチャンスを与えることで、エンジニアが早く成長するといいます。割と1年目とか新人のうちはテストしかやらしてくれないとかっていう話を結構聞いたりもするんですけど、全然僕が入った時はそんなことなくて、むしろ最初から設計やれとか、から今思うと無茶だったなとか思うようなこととかも任せてくれたりもするんで、早くから経験できるっていうのは、やっぱり未来どんな感じのことを自分がこれからしていくのかなってイメージもつきやすいですし、これをどんどん積み重ねればもっともっとレベルアップしていけるかなっていう。CIJ グループは東証一部上場の株式会社 CIJ を筆頭に、特徴の異なる4社の IT システム会社で構成される企業グループです。まず CIJ は大手銀行やクレジットカード会社といった金融系システムや NTT データなどの情報通信系システムの開発を得意としている会社であり、次にカスタネットは福岡市に本社を、東京に事業所を置く通信系や金融系を得意としている会社です。ビジネスソフトサービスは千葉市に本社を置き、中央省庁から千葉の小売店まで幅広い企業や自治体向けのシステム開発を得意としています。そして今回密着する CIJ NEXT はグループで2番目に多い社員数およそ630名、東京・品川区に本社を構えています。市役所などの公共系システムや医療系システム、また地図上で位置情報を特定する宇宙衛星分野などを得意としています。その取引先には日本ユニシスや日立ソリューションズ、富士通など超大手企業が名を連ねています。IT のエンジニアというと理系出身者ばかりが活躍しているイメージがありますが、こちらの秋元さんは文系の出身だといいます。CIJ NEXT には実はこうした文系出身のエンジニアも多く在籍しています。就職活動をしていて、私は SE という存在を知ったんですけれども、それまでは本当にそんな職業があることさえ知らなくって、合同企業説明会で人事の方に「SE もね、ものづくりだからね、文系でも大丈夫だよ」っていうふうに言われたので、そこで初めて視野に入った形になります。とはいえIT の能力はどうやって身につけるんでしょうか。 CIJ NEXT は未経験の人でも活躍できるよう数々の研修が用意されています。また資格を取るために会社が資金を補助してくれたり、合格したらお祝い金がもらえる制度など、会社を挙げて社員の成長を応援してくれるといいます。もちろん自分で頑張るっていうのは一番なんですけれども、本当に周りの人にすごく助けられた部分が大きかったので、みんなに教えてもらいながらどんどん自分も成長できるので、胸を張って入ってきてほしいと思います。文系だったとしても、はい。坂巻さんは法人向けのシステム開発を担当しているシステムエンジニアです。同じく文系の出身です。新卒で入社し、結婚から産休・育休を取った後、今は子育てをしながら時短勤務で働いています。このように CIJ NEXT には育児と仕事を両立している社員も多くいます。それなりに女性もいらっしゃって、結婚してお子さんでも働いていらっしゃる方もすごく多くて、すごいママ三段着みたいなのを和気あいあいとやれる。女性もその子供を産んでまた復帰できるっていう制度がちゃんと整っているっていうのはすごくありがたいですね。やっぱり私も子供を妊娠した時に上司に報告する時にすごくやっぱり勇気がいったんですよね。すごく嫌な顔をされたらどうしようとか、お前もうやめたらとか言われたらどうしようっていうのはちょっとあったんですけども、その時にすごい率直に「おめでとう」って言っていただいて。できるのとかちゃんと聞いていただけたのはすごくありがたかったですね。この他にも、子供が生まれて1年間は最大で5日間の休みが取れるパパママ休暇があったり、お正月には社員の家族を招いての菓子交換会が開かれるなど、社員と家族を大切にする社風があるといいます。社員さんたちに改めて CIJ NEXT という会社のイメージを伺いました。割と開けた社風をしているので、のびのびとしている感じはあります。あったかい会社ですかね。やっぱりこう外にいても帰ってきたくなるというか、帰ってきてみんなの顔が見たくなるというか、話がしたいというか、そういう会社だと思いますね。優しい人とかが多いっていうのは続けやすい環境だと思いますし、何でも聞いてくれみたいな、気にかけてくれる、向こうからこう話をしに来てくれたりとか。っていう方も多かったりしますね。もはや IT は社会のインフラであり、その重要性は今後ますます高まっていくのは必至です。最後に経営トップ堀会長に IT 業界と CIJ グループの将来性を伺いました。今やですね、 IT は社会の基盤ですので、この IT のない世界などもう要は考えられないですね。AI というのは知的な部分だとか IoT の世界ですとか、ビッグデータのですね、その処理だとか、そういったものってますます社会にとって必要な技術になると思います。 IT はですね、必要な技術なので、このニーズはですね、なくならないと思います。 CIJ はその中でですね、着実に成長を続けていくと、自分たちが進歩させると、そういうような気概でやっていけば、非常に自分自身も楽しいと思いますし、それによって会社も自分も成長していくというふうに思います。